さあ各社前傾姿勢から合法を聞いて第1レースの発想ですうちのコースから2番の岡崎勝政アウトコース6番の滝川秀次6番滝川がスタートを取ります2番の岡崎勝政が2番手その後ろには1番岡崎勝二が追走マークです中四国ラインの2人は前期2番得点上位のコンビです3番の地元永田修介その後ろに4番の横田龍と。 並び位置を入れ替えていく二人をかわして5番の岡島昇るが先頭まで車を進めそうです長田の後ろに熊本7番の茨城白勝で九州勢は5番抵抗後ろ攻めで3車の厚みの初日の競争ですさあ5番の岡島を迎え入れて6番の滝川前段中部近畿ラインで2対2対3対列は一列傍上です2周回目1コーナーから2コーナーへと向かいます成功法5番の岡島は 先場所向こうは先場大敗なく終えております遠征ラインで滝川がマークそして2番の岡崎勝正は3番手佐世保は冬の開催以来で半年ぶりです5番手には地元・長田に任された4番の横田がいます佐世保初登場地元を連れてどこから仕掛けるか本腰入れてフェースを上げるかこの辺り注目です長田は地元戦初日番手戦で勝ち上がりを目指しますさあ4コーナー回りきって中段の中止国勢が先に動きました 3周回目、1コーナーでは2番の岡崎勝正が5番、岡島を抑えましてこの流れによって九州勢は中段キープに出ていきますただ5番の岡島は地元永田のインコースで粘っているさあ4番の横田が上がりました打賞の3コーナーは2番の岡崎勝正対4番横田竜とのもがき合い 3番の地元永田は一旦横田は追わず車を後方に下ろしましたが中段の中勤勢の後ろに7番の五十嵐が切り替えている3番地元永田は最後尾ですさあ4番の横田は1車の先行2番の岡崎勝正は1車の横田を台入れてここは番手をキープしている最終3コーナー後方からは地元3番の永田のまくり追い込みですが前は遠く厳しそうだ4コーナーを待って直線に入りました2番の岡崎勝正1番の岡崎勝司が最後突っ込んだかどうでしょうか とは5番の岡島もよく伸びていましたそしてゴール線付近では6番の滝川そして4番の横田にアクシデントです共に点灯いたしましたがゴール線は通過しておりますディープレースをご覧いただいています2番の岡崎勝正が4番の横田竜と最後抜いて1番の岡崎勝一も突っ込んだんですがどうやら体勢は2番の岡崎勝正優勢 一番の岡崎昌司と五番の岡島昇の二着争いかとは思われますがお知らせしますただいまから佐世保競輪第一レースの審議 VTR を放映しますゴール前付近における落車について一番及び四番選手を審議しましたが四番選手の軽微な 外側への動きとその動きに対応した一番選手の違反性のない走行によるものでともに失格とはなりませんでした。